はい、皆さんこんにちは。これら今手元にね、あったアップル製品いくつかね集めてみましたけど、レビュアーとして日頃多くのアップル製品を購入してね、チェックしてレビューしているわけですけど、まあ皆様の中にはですね、結局どれを使ってんですかっていうふうにね思う方もいらっしゃると思います。で、今日はですね、今現在2019年8月現在で私が主に使っているアップル製品のベスト10をね、ご紹介したいと思っています。はい、それでは、いきなり1位から言ってしまおうと思います。まあ使ってる時間が一番長いものですね、こちらアップルウォッチのシリーズ4でございます。で、まあこれはゴールドステンレス 44mm 10ヶ月強ね使っていますけども、で、まあこの使っている時間というよりね、これ身につけるものですから、ほとんどね、ずっとつけているという感じで、まあ今現在ね、私は寝る時間はもうね充電に当てちゃっていますけども、最もね起きている時間に身につけている時間が長いということで、あらゆるね通知から、iPhone 生活をね非常に豊かにしてくれるものでですね、その他ね、これエクササイズの計測など、活動系としてもね非常に活躍しているアップルウォッチでございますね。はい、お次は2位ですが、2位といっても触ってる時間は一番長いかもしれません。 iMac 5K27 インチですが、2017年の当時でストレージ以外は最高スペックにしたものですね。使用期間1年8ヶ月ぐらいですけども、まあ、それでまあこちらでね動画編集からデザインの仕事までほとんどねこなしてるわけですけども、何がいいってね、やっぱりディスプレイの大きさと美しさ、そしてデスクトップならではのサクサク感っていうのがねとてもいいなっていうねところで、ついついこれを使ってしまいますね。で、この真ん中本体をメインに左右に外部ディスプレイを1面ずつ配置しているという感じで、3面でね使っている感じなんですよね。まあ、それでね、ここで動画編集やって、こっち側はフォルダーとかね、右側はウェブとか他のアプリケーションの表示なんかをね、やったりしているというところで、まあやっぱりね、非常に使いやすいですね。で、私は親父なんでね、マウス派という感じで、マウスで使っている感じですね。まあそんなんでね、このディスプレイに関しては 2.5K と 5K2 枚みたいなね、まあそんな感じですけども、やっぱりね純正と LG のディスプレイは使いやすい感じがありますよね。もうこれでね、もう何時間作業してんのかなっていうぐらいね、もうこの前にねずっといますよね。で、お次同率2位ですけども、これもでちらっと出てきましたけども、 Apple のサンダーボルトディスプレイ27インチですね。これはね 2560×1440 ってことでね、もう4年半も使っております。で、まあ、このようにアップル純正のディスプレイっていうのは、まあ、今度9月に出るものまではね、もう廃盤になっちゃってないわけですけども、まあ、最後に作られた純正ディスプレイですよね。まあ、それで色合わせなんかがね iMac としやすいっていうのと、まあ、この外観のデザインもね合わせやすいってことでね非常に重宝していますけども、まあ、主にフォルダーの表示なんかに使ってるんで、まあ、5K 4K なくてもね十分というね感じですけども、まあ、結構ねデザイン的にもなんかね美しいアップルデザインでとても気に入っています。はい、お次は4位に飛びますけども、こちら iPhone でございますね。 XS Max ゴールド 512GB ですが、今ねドコモの SIM に IIGMU の eSIM を入れて使ってみていますけども、で、まあ、やはりね iPhone もこの、まあ、全ての iOS の基本ということで、やはりね、まあ、肌身離さず持っていることが多いですけどもね、まあ、自宅ではねちょっと iPad に、まあ、座をね譲ることもありますけども、まあ、ただねもう Apple Watch も含めて、まあ、音楽も含めて、まあ、全てね、こちらで使うことが多いかなっていうね部分で、もう外出時はねこれがメインになってきますかね。で、お次は同率4位なんですけども、こちらが iPad Pro 11インチですね。で、セルラーモデルですが、現在は SIM なしで使っているということで、まあ、自宅での iOS はこれが一番使っている時間が長いと思いますね。で、まあこちら昨年出る前も iPad Pro はね 9.7 インチから使っていますけども、で、まあ自宅の用途としてはね、まあ、やっぱりまずは、まあ、動画視聴とかねウェブ閲覧とかもありますけども、
まあ、その他で言うとやっぱり Apple Pencil が使えるということで、まあ、手書きならではの、まあ、このね、まあ、手書きノートのね、スケッチとか、あとは文字と図の入ったようなもの、あとはこのテキストの、ね、メモなんかも、これね使っていますが、連携機能でねどこにでも飛ばせるので便利ですよね。でタイピング自体はねそんなすごくは私やらないんですけども、ただねこの Mac の前でいろんなちっちゃい作業をねやるのに、ね、使うことが多いんですよね。だから Mac と併用したりすることも多いです。まあ、その他娯楽関係だとね、動画視聴、音がやっぱね、スピーカーとてもいいですから、よく使ってはいますよね。で、自宅ではこのスマートフォリオと一緒に使うことが多いというね、まあ、そんな感じです。で、あとはね、この動画編集で私、アフレコが多いんですけど、まあ、そのアフレコ入れるのに、これのマイクとね、一緒に、アイリングのマイクと、まあ、そのアプリと一緒に使って、録音したりね、するのによく使っていますが、アプリがね、とにかく使いやすいというね、感じで、これねあの動画編集の音入れに非常にね重宝していますね。であとは例えば動画の書き出し中に、まあ、Mac 使わない方が早いので、この説明文のタイピングなんかはねこれでその場でやったりねしていますよね。動画の書き出しを待ってる間に文章を作ってしまおうということで、でまあこれ同期しますからね、 Mac で貼り付けができます。でその他ペンシルで言うとこのイラストですね、この Adobe イラストレータードローというねアプリで書いて、でデスクトップ版の Adobe のイラストレーターに飛ばせるので、まあそちらに手書きの味を持ち込むのに使うっていうね連携機能なんかをよく使っているでしょうかね。でその他はねこの例えば Google のミーティングなんかのねこのアプリでビデオミーティングをやりながら使ったりするのに、まあ、この iPad mini がね、まあ手書きメモになったりして、こっちはねカメラ用に使ったりしているというね感じですね。でお次6位に飛びますけども、はいこちら iPad mini 第5世代ですね。これはまだね4ヶ月しか使ってないですけども、でとにかくねこの小さいっていうのがねいいんですよね。で小さいけど画面は iPhone よりも大きいので、まあこれは持ち出し用の iPad としてねこの iPhone と一緒に、ね、持って出ることが多いですね。まあちょっとした食事に出かけるときとかでも、まあ、これ動画見ながらね、お茶をしたりもできるんで、まあここに動画を入れてね持ってったりします。あとは手書きの打ち合わせのノートなんかとして Apple Pencil と使えるということでね、まあやっぱりね11インチだけでもいいといえばいいんですが、まあ軽いお出かけの時にとてもね機動力があるんで重宝しているのが iPad mini ということでね、まあかなりねお気に入りの iPad mini で、台湾で買ったカバーをつけているという感じです。でお次7位でございます。でこちらもね出てきてはいますが、 Apple Pencil 2つですね。もう初代から言うと3年4ヶ月以上使っているということで、でやっぱりねこの手書きとデジタルの融合っていう面では本当に使えますよね。iPad に PDF の書類を入れておいてですね、まあ、それを打ち合わせをしながら書類に書き込みをしたりとかできますからね、もうそういう意味ではもうペンシルはイラスト以外にも使えますね。でお次は8位です。こちらは MacBook Pro の15インチということで、昨年のモデルです。6コア、コア i9 ということでね、 SSD 以外は最高スペックにしましたけども、でこちらを購入したメインの、ね、目的はやはり出先でもデスクトップ並みの編集環境が欲しいということでですね、まあ、やっぱり動画編集の作業が増えたんで、まあ、どうしてもね出先や泊まりがけで行った出張でも、まあ、動画の書き出しが早いことがいいというね感じで購入しました。でもう一つの目的は iMac のねサブ機として、まあ、故障なんかに備えて、まあ、同等以上の性能を確保しておきたいというねこと、まあ、その2つのね目的があるというね感じですね。で結果として、まあ、出張で2回使いましたけども、まあ、動画編集、まあ、限られた時間の中でね迅速にやるにはねとても活躍して、まあ、画面も大きくてね、非常に作業はしやすくて、まあ、これね買って大満足というね感じですけども、で自宅ではあとは動画の編集 iMac で終えた後に、まあ、YouTube 関係ねもろもろフォローアップしたり、あとはイラストの仕事なんかを、
この今でやったりね、気分転換しながらしたいときに、まあ、活躍しているということでね、まあ、iPad ではねできないことってまだまだねいろいろあるんで、まあ、そういうときに場所を選ばずに使えるのがこちらです。でお次9位です。でこちらはですね AirPods 第2世代ですね、春に購入したばかりですけども、でこちらはやはりねワイヤレスチャージングっていうのはね非常にいいですよね、ポンとね地位に置いとけばいいだけなんですけど、で一番ね使っているシーンっていうと、この iMac で動画の編集中に音を聞くのにね使っているというのが多いですかね、まあ、これ接続もね楽ですし、この配線にね縛られないというのがねとてもいいというね感じですけども、あとはね自宅で、まあ、この動画なんか見るときに、まあ、家族の声がね聞こえた方がいい場合なんかに、まあね、使ったりしているという感じで、やっぱりね、警戒感がいいです。で同じく同率9位なんですけど、こちらはパワービーツプロ、最近購入したやつですけどね、こちらはねどちらかというと外出用のイヤホンとしてね大活躍しているということで、でまあこのパワービーツプロ、まあ、ちょっとねケースは大きめなんですが、まあ、ただねあの外の音が、程よく遮音してくれるんでね、この AirPods だとどうしてもね聞き取りにくい場所、地下鉄とかね電車のホームとか、あとは飲食店とかね、まあ、そういったところでこのパワービーツプロの方がねしっかり聞けるっていうことで、だから外出の時はねどうしてもその使うシーンが特定できないこと多いじゃないですか、まあ、そうすると潰しの効くパワービーツプロを選ぶというね、まあ、そんな感じが多くてですね、まあ、あとはねこの落としにくい固定感っていうのもね良くて、外出用に非常に重宝しています。であとはねこれ番外編になりますが、結構お気に入りで活躍しているものに、このスマートバッテリーケースっていうのがねあります。これは iPhone XS 用ですが、私 iPhone X に入れてね使っている感じですけども、まあ、長時間の外出とか、海外出張などで非常にね安心感がありますね。でそれとともに iPhone X もサブ機として使っていますけども、これはデータ SIM をね入れて使っています。であとはねカメラとしてのね役割も大きくてですね、まあ、このスイカシリーズの、まあ、この撮影なんかだとね、この iPhone を iPhone で撮らないといけないということでね、まあ、こういう時にね手軽に撮れるカメラとしてとてもね使えるのが iPhone もう一台目というねことですよね。あとはねこれねちっちゃいものなんですけど、 iPad Pro 11インチについてきている USB Type-C Type-C、 このケーブルがねとても細くてコンパクトでねいいんですよね、まあ、しなやかでね切り盛りがしやすいっていうのもありますし、軽くてね、束ねやすいなんていうのもあってですね、なんでねこのケーブル実は MacBook Pro なんかにも使っちゃっているというね、まあ、そんな感じでねこれもう一本買ってもいいと思えるぐらいねコンパクトでとてもねいいケーブルじゃないかと思います。であとはねこれ Apple のこれマジックマウス2っていうのかな、でこちらはね iMac についてるやつですけど、なんかね昔はね有線の時代は Apple のじゃなくても良かったりした時もあったんですけどね、なんか今はね結構軽くて使いやすいなと思って黒いのもね買っちゃったりするぐらい、私はこのマウスねかなり好きですね。はい、ということで今現在私が使っているベスト10をご紹介しましたけども、まあ、ここにない新製品についても一通りレビュアーとしてね使う必要があるんで、使った後に、まあ、家族がね実際使っていたりすることがあります。で古い製品は、まあ、家族親戚にね譲ったりもねしているということで、でまあ、私自身はねこの被る部分もありますけどうまく住み分けできているのと、あとはまあ仕事としてね使う場合にはどうしてもね故障対策っていうねバックアップ的な意味もあって Mac は2台あったりするというね、まあ、そんな感じでしょうか。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。